備前の国、岡山城の城主であった、宇喜多直家の次男として生まれる。父の宇喜多直家が病死。宇喜多家の家督を継ぐ、備中、備前の国を領有する大大名となる。小牧、長久手の戦いにおいて、大阪城を守備、雑賀衆による侵攻を撃退する。豊臣秀吉による奇襲征伐に参加、四国攻めで、讃岐へ上陸した後、阿波戦線にも参戦した。豊臣秀長のもと、九州征伐に参戦、毛利輝元や藤堂高虎、宮部慶順らと日向戦線へ参加する。豊臣秀吉から本姓となる、豊臣姓と、名字となる、橋橋を賜る。豊臣秀吉の寵愛を受け有志となる、相田利家の娘であり、豊臣秀吉の幼女の郷姫を正室とする。小田原征伐にも参加し軍功を挙げ、豊臣政権を支える、秀吉から、岡山城の改築を命じられる。文禄の役において、大将として、朝鮮へ出兵、京畿道での反乱を鎮定する。